待てよ。バカみたい。罪名および罰条、重過失致死罪。この場合無罪判決など書いたら世間がどう思う。被告人は判事の婚約者だから、市場に救われたと遺族が騒ぎ出したら責任は取れるのか。どんな刑罰を言い渡されても構わない。ただ知りたいんです、あなたが私たちをどう裁くのか。